中にライブハウスの店長に聞いてみたーイエーイということで本日は渋谷にありますオーブ渋谷の店長さんにお話を聞いてみたいと思います。自己紹介お願いいたします。はい、オーブ渋谷店長の泉と申します。よろしくお願いします。早速質問なんですけれども、うん、ドラマリン音楽教室の白川先生と関係があるみたいなんですけど、うん、そうなんですよね。白川君とは20代の後半の時にもともとは違うバンドにお互い属してたんですけれども、うん、僕のバンドが、解散することになって、もともと同じ対バン、うん、ステージに上がる機会で顔を合わすことがあったので、そこで仲良くなって、うん、でたまたま白川君のバンドのベースの子が辞めるという形で僕ベース弾いてるんですけど、それで何かこうちょっとベース抜けたから弾いてくれないみたいなのがあって、いいよみたいなところから、参加することになって1年ぐらいかな、一緒にバンドをやる機会があったので、それが今となって僕がライブハウスを、やってる中で白川くんがドラム教室を行って、そこの発表会等々でうちを使ってもらってるという流れですね。はい、ちなみにライブハウスの店長さんになったきっかけってあるんですか？うん、まあやっぱし楽器を持ってみんな、僕の場合はベースですけれども、まあ、みんなの場合ドラム、憧れのやっぱしアーティストがいて、そのバンドをコピーして、まあ女の子にモテたいっていうねところの不純なところも、もう誰しも中学生ぐらいの男子は思うわけで、そこでかっこつけてライブをやって、人気者になりたいじゃないけど、そんなきっかけだったかもしれないけれども、でそういうところからバンドを始めて、そのライブを発表するというライブハウスにやっぱし出るというところから、ライブハウスの存在というものがやっぱしどれぐらい自分の人生の中に大きいかなっていうふうに、大きかったかなって振り返ると、でそこを自分がバンド人生をやってきた中で年齢を重ねてきて、またその音楽の夢デビューをしたこともあるし、でそういう中で音楽に携われる仕事の中で自分がそのライブハウスで育ってきた環境っていうのがすごいフィードバックして、たまたまそういう話をいただいた時に、あ、そんな機会がいただけるんであれば何らかの形で自分もこの音楽の仕事としてライブハウスに携われることができるんだったら、それは面白いかもしれないなっていうふうに思ったので、それがきっかけかな。日々365日音楽なので、そこはこのライブハウスの店長、まあ、ライブハウスに勤めてるスタッフ、みんな音楽の好きなスタッフ、ね、がいるので、みんな、最初はどうやって出会うの？このオーブ渋谷に出演したことから、そこから何かこうね、もともといたその店長さん、僕を紹介してくれた、PA さん、そういうところとから仲良くなってて、でその中から、何かこうそういうお話がいただけたという中で、その機会をいただいたので、365日音楽って考えた時にライブハウスいいなと思って。こちらのオーブの魅力って何ですか？オーブの魅力、そうだな、ライブハウスとしては、ね、いっぱいライブハウスあるし、その各店舗の色っていうのがあると思うんですけど、自分が経験してきた、その出演してきたライブハウスをいろいろ考えてきた時に、あの箱はこんなところがよくいいなとか、この箱はこんなところが素晴らしいなみたいなことが多分自分の経験値になってきた時に、自分がこの箱でどんな箱を目指したいかなって思った時に、とにかく入ってきてから、入りしていただいてから帰るまでがハッピーな時間を体感してもらえる箱を目指そうというのが一番です。自分が目指したのが365日音楽ってなってきた時に、ジャンル分けはしない、そして、初心者からプロフェッショナルまでも問わない、全てが音楽を奏でる、音楽を、行うということに関しては全ての人を受け入れられる体制を作ろうっていうのがこのオーブの魅力というか趣旨かな。コロナになって、でライブ会場って、なんかどのぐらいダメージが？
そうですね、やっぱし、うんうん、大打撃は大打撃で、それは 何に対して大打撃なのかなっていうと、それはもちろんお店という店舗を開いているので、お金という部分ではもちろん大打撃な部分もあるかもしれないし、それプラスアルファやっぱし、うん、音楽を楽しむ環境の中である、その発表をすべきところ そのライブハウスが発表できる場所として使っちゃいけないって言われたことがやっぱし厳しいかなって。あ、なんかそうですね、その発表するなんかことは、なんかダメっていうか、こう存在を否定されてるじゃないけど、なんていうか悪いことみたいな、なんか嫌ですよね。そうですね、やっぱしこう、ライブハウスでどうしても音を出せる環境ということもあるので、逆に言ってしまえばその防音しなければ音がね、外に対してダダ漏れになってしまうので、わざとこう密な状態を作らなければいけない、ね、室内的にはその扉にしても何にしても天井や床にしても防音設備というものがされているので、逆に言ってしまえば換気があるということは音がどうしてもね外に出てしまうという形なので、どうしても密にあえてしている環境下の中でみんなが発表をライブを行って聴いてもらう環境を作っているので、こうコロナが発生してそこの換気ができないようなイメージの密だって言われたことによって、そのやりたくてもステージに立ちたくても立てない、人を呼んで発表したいと思ってもそれができないといったところの、いろいろ試行錯誤はしているんだけれども、ダメというレッテルをちょっと貼られてしまったことによる影響は大きいですね。ですよね、実際は楽屋にも外に開く扉もありますし、まあ、エレベーターホールの横には大きな窓もあって、扉さえ開けてしまえば、ちゃんと前から後ろまで風が流れるような、うちは店舗の形ではあるんですけれども、まあ、音を出しているときはどうしても閉めなければいけないという形もあって、でお客さんと利用されるその演者さんとかその日の運営さん、イベンターさんとはタイムテーブルとかも組んでね、話しながら、演奏時間の合間とかには換気をする時間を作りましょうとかっていうこともやりながら対策もしてるんですけれども、やっぱし世間で流れてるニュースとしては一括りでなってしまって、そういう見られ方をしているので、早くみんながこう発表したいと思ってるステージの上からみんなに何かを届けたいと言ってる子たちがね、やれる環境が早く戻ればいいなっていうふうに思っています。白川くんとの関係性が有効であればいつまでも続くだろう。この毎週飲みに行ってる、本当に毎週飲みて、とにかくこのコロナが明けて、みんなが教室に迎えて練習ができた暁にやっぱし、しっかりとその成果を、ね、発表してもらう、このドラマリンコンサートの発表会に、ぜひみんなも、ね、参加してもらって、その中で防具というところに足を運んでもらってね、じゃあ実際あんな風に話してた店長とかスタッフが本当にハッピーってちゃんとやってんのかと確かめに来てもらえたらいいかなと思います。はい、はい、ということで本日はオーブ渋谷の店長の泉さんにインタビューさせていただきました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお待ちしてます。はい、はい。